1974年モナコレーニエ3世治世25周年50フラン地中化ピエホープルーフ金貨プルーフ66ウルトラカメオ NGC 鑑定です。直径が41ミリで重量が102グラム、非常に重い3オス以上の金貨になります。しかもプルーフ仕上げですね。金は 92% 入っています。発行枚数も250枚ということで、非常に少ない希少価値のある発行枚数になっています。このピエホーなんですが、厚みのある金貨ということで、ちょっとスラブケースに入っているので実際の厚みはもう見れなくて、厚さもあのミリでは出てないんですが、非常に重量感のある金貨になっています。あとこちらのコインには1000枚発行の、いわゆる量産タイプですね、重量が 51.13g の、量産タイプがあるんですが、量産タイプの方は表面の年号の下に、エッセイという、ESSAI ですね、こちらの文字があるんですが、今回この、動画でご紹介している、ピエホについては、このエッセイの文字が入っていないタイプになります。レーニエ3世は1923年生まれで、モナコ公国の大公でした。配偶者はハリウッド女優の、グレース・ケリーさんということで非常に有名な方です。人気コインのすべてを持っていますね。プルーフ金貨、発行枚数も250枚、あと市中貨ですね、102g と、大型ということで、私の、まあ、個人的なコレクションとしても非常に売りたくない1枚になっています。